どうもこんにちは、ローマクラブ東京です。いきなりですが、日本在住のロマニスタからこのような DM をいただきました。昔のラローマをもらってくれる人いないですかね。93年前後のものが 2,3 年分あります。今押し入れの中のものを始末中なのです。ジャンニーニがカピターノで、トッティが高校生の新人だった頃です。ローマの方は捨てるには惜しくて、昔のラローマって言ったらこれをもう絶対欲しいなということで、僕が挙手しました。今ここにですね、お宝の詰まった段ボール箱が宅急便でやってきました。なので今日はですね、これより開封の儀を取り行いたいと思っています。ラローマって何ぞやっていうところからお話をしたいんですけれども、リビスタ・ラローマは、完全ローマオンリーのイタリアの月刊誌です。当時は、ローマ公式サイトからも定期購読できたので、そうですね、日本でも情報に飢えていたロマニスタ、定期購読していたという記憶があります。僕も2004年5年かな、そのぐらいはちょいちょい買っていましたね。やっぱり2000年代半ばっていうのは、今よりもネットでローマの情報ってほとんど見つけることができなくて、とりあえず我々にできるのは日本のサッカー雑誌を毎月何冊も買って、その中でローマについて書かれているページを一生懸命探すっていうことだったんですよ。日本でそんな涙ぐましい努力をしてたのに、イタリアってもう直でローマのことしか書かれてない雑誌を買えるんですよね。まずそこにカルチャーショックを受けたことをむちゃくちゃ覚えてます。2007年かな、ミシュランガイドがアジア初の調査国に日本を選んだ理由っていうのがあって、その日本だと寿司なら寿司屋、うどんならうどん屋さん、そばならそば屋さんって、それぞれの食べ物に対してお店があるんですって。他の国っていうのはもう日本食っていう一括りでお店があると。だけど日本に来るとそうじゃない、もっと細分化されてお店がある。その専門的な部分に感銘を受けたからだっていうふうに聞いたことがありますね。それと全く同じで、日本ではサッカー雑誌っていうのがいわゆる専門誌の扱いですけれども、イタリアではもうサッカー誌という大きな括りではなくて、もうローマクラブ単位で本が出てる、その事実に懐の深さというか、カルチョってすごいなっていうふうに思いましたし、本物を初めて手にした時なんかは、これでようやく自分も本物のロマニスタになれたなみたいな気持ちになったのを未だに覚えてます。それでですね、この段ボールの中身に話を戻すと、92年93年頃のラローマが数年分あるということなんですよ。でですね、なんでちょっと今日僕こんなにテンションが高いかというと、この頃のその時代のローマってまさに僕が後追いできてない時代のローマなんですよ。ローマはご存知の通り、83年に2度目のスクデットを獲得して、3度目が2001年なんですね。90年代っていうのはちょうどその80年代と2000年代の真ん中ぐらいの、オーナーも変わったばかりの、わりかし本当に低迷した時代なんですよ。その80年代のスクデット期も、その2001年の3度目のスクデット期も、ローマってそのヨーロッパサッカーシーンで存在感を示せてたんで、デジタルアーカイブって未だに結構残っていて、いくらでもその後追いで掘っていくことができるんですね。それに比べて本当この時期の90年代って調べたくても、取っかかりになるようなトピックスが本当全くなくて、どうやって調べていいのかなっていう、あとはちょっとこっちが調べたくなるような情報も当時のローマってあまりなかったりもしたんですね。ですので、ここにある、チーズポテトの段ボールの中には僕のまだ見ぬローマが眠ってるはずなんですよ。例えば92年っていうと、フランコ選手がローマをのオーナーになったのが大体このぐらいの年だと思います。そしてもう一つ、93年、翌年ですね、これが当時16歳のフランチェスコ・トッティがプロデビューした。そうなると俄然興味は、10代のトッティが当時現地でローマでどのように扱われていたかですよね。今でいうところのザニオーロのように、イタリア期待の超大型新人みたいな、そういう扱いだったのか、それとももしくはロレンツォ・ペレグリーニみたいに、ほぼノーマークの選手だったんだけど、ローマでプレーしていくうちに徐々に人気を得ていったのか。当時の雑誌っておそらくは今以上にそのファンのニーズとか購読者のニーズを反映するスピード感の速い媒体だと思うんですよね。16歳のトッティがどれほどその愛されてたのか、アイドル視されてたのか、期待を持たれてたのか、このチーズポテトの中にはその当時の温度を知ることができる雑誌がたくさん入ってるんじゃないかなというふうに思ってます。今日はお宝を開封するということで、
白手袋も用意しました。なので今回の動画ではまずこれを開封して、本を並べて表紙を見たり中身を見ることでトッティがどのように扱われていたのかっていうその疑問に関して検証しつつ、他に面白いものがあれば同時に見ていきたい。では、これから早速中を開けてみたいと思います。この角度、開いた。あれ？あれユベントス？あー、そっか、宅急便とか宅配便ってカッターで開けるときに中の内容物が傷つかないように段ボールとかでパッキンかましたりするじゃないですか。この方はちょっとロマニスタなので、ブラックユーモアじゃないですけど、ユベントスの本、たまたま家にあったユベントスの本をパッキン代わりにしたんでしょうね。この本の下はもう全部ラローマってことですよね。見ていきましょう。バッジョ。あれ？なんでだろう。次もユベントスですね。ロベルト・バッジョが表紙ですよ。僕は方々でバッジョ好きって言ってるんで、もしかしたらたまたま家にバッジョが表紙のユベントスの本があったので、これもいかがですかということなのかなと思います。ちょっと優しさですよね。いやー、もうこれ期待膨らみますね。この次、もう間違いなくラローマですね。いきましょう。あれ？ユベントスだ。これもユベントス。ユベントス。さすがにこの次もユベントス。インテル。インテルの雑誌ですね。インテル、インテル、インテル、インテル。来た。ローマ。来ましたね。あ、ローマだ。ローマ。あ、ローマだ。早速これをですね、じゃあ時代別に並べていきたいと思います。すごいですね。全部で35冊あります。これ見てパッと面白いのが、当時ってまだその試合数、その今みたいにこう夏そのテストマッチっていうか、その興行試合がすごく少なかった時代、なかった頃なので、こうやっぱ夏休みをいっぱい取ってたんでしょうね。この合併号。これ確か僕が読んでたその2000年代半ばはもう毎月きっちり出てたんで合併号なかったと思いますよね。あとはさっき言ったみたいにまずトッティが映ってるかどうかなんですけど、これをね全部見てってもね、もうトッティはちょっと実はいないんですよ。いないんですよね。2002年こう見てるんですけれど、これやっぱジャンニーニですね。やっぱりプリンチペって書かれてます。やっぱ初代王子様、ジュゼッペ・ジャンニーニ。これプリンチペですね。なんか一回、震災のチャリティーマッチかなんかで、日本に来ましたよね。十何年前。あとは、なんだろう。で、こうやってみて、あ、いました。これ、1993年の4月なんですけれど、これトッティがいるんですよ。トッティは、この1993年の3月にデビューしてるんですよ。なので、この4月号っていうのは、3月のスケジュールとか試合結果が載ってるはずなんですね。これをちょっと見てみましょうね。ちょいちょいなんか女性の写真が載ってる。テニスクラブってなんだろう。ちなみに93年の4月時点で、3月時点で
ミランが首位です。でもやっぱりな、顔は表紙にはなってるけどあんまりな写真出てないかな。確かで18歳ぐらいまでは撮っていて、あの初年度が2試合で2年目が5試合とか結構少ないんですよ。で翌3年目からが21試合ぐらい出てて、なので最初の2年って得点もないんですよね。ただあの有名な話ありますよね、このデビュー、このデビューの時に監督にこう坊主試合に出たくてうずうずしてるんじゃろって言われたっていう、あのエピソードはまあ結構本当にしびれるものがありますけど、あ出てない、やっぱ撮っていないや。当時そんなにやっぱり有名っていうかこう期待感のある選手というわけではまあ必ずしもなかったのかなと思います。プリマベーラのコーナーもあるけど、どこにいるんだ。どこに撮っている？俺なら分かるはずです。あ、いた。これがトッティですね。プリマベーラ時代。でも本当このぐらいしか扱いが小さいですね。トッティに関しては本当頭角を表すっていうのが、だからさっきも言ったように、やっぱ3年目。だ 95年、6年あたりからなのかなと思います。今回そのラローマ、これだけたくさんいただいたんですけれども、実はローマってそのラローマ以外でも雑誌出てるんですよ。それがまあマジカローマっていう雑誌。これもね、送ってもらったんですよ。すごくないですか？その中で、まあ、ローマミエアっていう雑誌もありまして、このローマミエアに関して言うと、この93年、94年、ですね。だからデビューした翌シーズン、もう実はですね、すでに、じゃん、トッティ表紙になってるんです。だからこの表紙、これは2005年、95、96シーズンですね。で、やっぱりこの雑誌によって編集方針って変わるじゃないですか。でラローマに関しては、やはりその、やっぱりプリマベーラの選手が表紙になるってことはないんですけれども、ローマミアに関しては、まあ、こうトッティが、表紙になってる。特にこれですね。これなんかは、だからその、まだデビュー2シーズン目なんで、公式戦5試合しか出なかったはずなんですけれど、もうこう表紙飾ってます。意外とね、この雑誌は中身も割とちょっと写真が結構かっこいい系の写真が多くて、まあ、雑誌の雰囲気、こう撮って超削られてる。サンプドリアの選手に。結構だからその作りで言ったらこっちの方がミーハー系というかアイドル誌、アイドル系の雑誌なのかなと。ということで今回は謎の段ボール、これを開けてみました。先ほども話しましたけれども、ユベントスとインテルの雑誌に関しては、まあ、僕が持ってても宝の持ち腐れになりますので、まあ、これはですね大切に保管していただける、インテリスタ、ユベンティーノの方にお譲りしたいというふうに思ってます。まあ、これすごくいいですよ。こっちはあのニコラ・ベルティっていう80年代後半から90年代に活躍したミッドフィールダーですね。これ実は漫画になってこうフィオレンティーナから移籍した時の話だと思います。欲しいなという人はローマ速報のツイッターをチェックしてみてください。まあ、こうやってその過去のローマの軌跡を雑誌で見ると、まあ、歴史の重みもさることながら、ものすごい情熱というか並大抵の好きだけじゃ作れないものだなというのを改めて実感しました。そのイタリアで印刷されて、それが人の手で、日本に運ばれて30年経ってその僕の元にやってきて、でページをめくれば未だにこう紙面から90年代のぬくもり温度がしっかり伝わる、残っている。これは本当にその紙媒体だからできることであって、まあ、ローマ速報というそのウェブサイトでは決して、伝えることができない普遍的なものを感じました。まあ、ということで今回は謎の段ボール開けてみましたの回でした。また次の動画でお会いしたいと思います。あ、すごい、なんだこれ、話が止まらん。これ評価点が、まあ、いいか。